釣ってみせましょう。何してきたの？そう。おナイスナイスティー。ナイスティー。49m です。ちょっと反応良くなってましたね。登ってくるとき。また期待しましょうか。今見ましたよ。バレましたよね。こっそり見てますからね。やりましたね。マジやん、最高やん。めっちゃいいやん。超うまいやん。めっちゃいいやん。マジ。走りよね。走りよ。しかも隣きついし。うわ、うわ。おお。サバやったね今。大サバ。ま、あ、巻いてください。まあ、ちょっと残ったかもしれん。大サバやった。大サバ。めっちゃでかかったな。なん今の。40は超えたね。でかかった。いいもそれ、まさか超でかかった今のサバ。上げる時もあれだ。そこでタモ入れしようとか、サボだったら糸がパチン切れた。バビった。お、当たりようよ、当たりようよ。あれどこ行ったと。またちょっと、なんでこんな当たってるの。やべえやべえ。サバーナイスー。タイもいますよ。うまいよ。やった、これタイだ。これそばきだ。これタイだ、タイ。これタイだ。しかも結構いい。タモラさん来た。ほらタイ。タイヤタイヤ。マジで。ナイスティー。ナイスティー。イエーイ。オッケー。はい、帰ってください。ちょっと仕切り直します。来週で食っちまったよ。これサバだ。狙ったら釣れんのにね。はい、大サバ。今当たってましたよね。ねえ。え、毎回当たってません？上でも食うと、はい、上でも食うと、下だけ。下だけ。昨日は下だけやったけどね。日によってほんまにわからん。もう最近は下ばっかり。
チの鯛。おお、大きく出ましたね。知らんけど。いやでも最初めっちゃ行ったもん。行ったね、うん、上がってきおるもんね。今すぐスース上がってきおるけど、これは青じゃないよ。もう見える。あ、見えた見えた。タイヤ、これタイヤ、タイヤ、お前ほら52センチちゃう。これ52センチやん。イエーイ、52センチちゃう。ほら52センチやろ。俺この間動画でも74センチって言ったらマジ当たった。元で測ってみましょう。これ52ちゃう、マジで。お、ナイスティーだね。ナイスティーやね。やったー、嬉しかー。よっしゃー、やったよー。これナイスティー、やったぜ。やったー。明石最高だな。やべえなー、明石最高じゃねえか。もう一回見るとか、イエーイ。52宣言やったろ。52やったらびっくりしますね。52って言ったろ、これ。うん、さあ、ゼロ。うわ、51や、51。惜しい、惜しい。1センチ外した。さすがっすね。惜しい、嘘やん。え、ゼロやろ。ゼロから51やん。1センチ外した。51やった。惜しい、惜しい、惜しかったな。惜しかったな。よっしゃよっしゃ、やったやった。虫さ、虫。ショートストレート2本にボトムスパイダー黒で釣りたいんだよね。ヘッドはね、60だとそこが取りにくかったんで80のダウンロステンに変えました。80最高だ、すぐ分かる。前も来たばい。おー、ナイスティー。これでかくない？大きそうですよね。見えた見えた。おー、ナイスティー、ナイスティー。おー、ナイスティー。尻尾が太いもん、こっちの貝は。絶対美味しい。食べたいもん。開けてください。ちょっと潮が寄れてきたんで、ちょっとポイントを移動しましょう。来た。これは青だ。ヒットの神だな。え、これも53センチぐらいある。もうちょっとあるかも。そうよね。え、これちょっと大きいばい。すみやん。え、大きそう。ちなみにでも僕15年ぐらい前仕事で担当してましたからね。いいじゃんいいじゃん。60近いチャンス。あるかも。青物だったらウケるけどね。あ、これナイスティーじゃない。でかいんだこれ。でかい。ナイスティー。60オーバー。いや、そこまでないな。さっきと一緒ぐらいかな。60ちょいぐらいじゃん。まだ50いってない。60はいってない。お、いいんじゃない。だまされた。だまされた。ナナマルちゃん。ちゃんと当てなダメよ。来たね。ナイスティー。おー、連発やん。せいちゃん、前来とうよ。おい、ちょっといいんじゃない。
ろ。サバだってサメ、サメ、サバよりマジで最後タイツ痛いね。タイツ痛い。いや僕さっきまで忘れられずにめっちゃ上まで巻いてたんですけど、サバを見た瞬間にやめました。ありがとうございます。優しい。タイが釣りたいの。あかんすね。終わりました。バーグとなってくるんで、今日はありがとうございました。お疲れ様です。回収行くよ。最悪サバでもいいかな。いやいや、いやでもあのせいで後半リズム崩したな。ありがとうございました。お疲れ様で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 す。いやお疲れ様。やりましたね今日は。今日奇跡だったな。いやいや上でした。まあそうか。奇跡だったな今日。奇跡じゃない。いいな。もう一枚行きたかったそれでかいの。そうな。まあ後半ちょっとまぐれ回収ヒットのせいでリズム完全に崩したな。狙いすぎました。あれはでもなんかおもろかったですね。いや今日はナイスサイズやったからほんま良かったです。いやね、ほんと50アップ2枚、ね、なかなかね、船明かしでね、ソローグなかなか今の時期はベトだしですよ、ほんまに。どうだろう、この秋は。秋は、釣れる人だけ釣れるみたいな感じ。すごい個人のバラつきが、同じパターンにしても釣れへん。なんかね、ほんま超微妙な巻き具合があるんですかね。同じセッティングにしても釣れる人しか釣れへん時多いですね。なるほどね。まあでも全然年内ずっと釣れるんだもんね。あ、釣れますね、はい、もう爆上する日もあるんで。